これが今までの全コミの、じゃん、こう来てね、だーん、捕獲されました、隠れ文字で、じゃーん。でこれは立体図鑑の方ね、立体図鑑の方、標本標本コミテの剥製ということでね、なんとこの捕獲セット買ったからかな、マジでじゃんゲットできた。あれ画面変えて、ほら1番ってことはこの隠れ桃尻悪い持ち方来ましたね。ついにやっと見つけたよ、ついに本当に見つけた、マジ嬉しい。ちょっとあげます、早速じゃじゃん、桃尻ガムも結構溜まったな、来たつかでかい、え、でかでかこいつ待ってでかいぞ、よいしょ、やっと見つけた、本当にマジで見つけた、いやー嬉しい、おお見て、可愛すぎるってか手でか、手がいいよ、ここに刺しガチャーン、完成しました、ちょっとここに乗ろう、隠れ桃尻悪い持ち方です、やっと見つけたってことで全種類揃ったぞ、全部やったぜ、じゃん、全小人集合、小人図鑑ね、やったぜ、これ絶対捕獲セットのおかげだよ、これ設置したからね、見つかったわ、隠れ桃尻かわいすぎるな、やっぱり、うわぁでかいんだなこいつ、こんなにってことでね、ちょっとおっとここに並べようかな、隠れ桃尻と隠れ桃尻、いいね、ということで小人図鑑これ全種類制覇しました、やったぜ、長かった、嬉しい、うん、これ全種類だよね、うん、全種類で、全種類、いやーよかった、とりあえず見つかってよかったです、この立体図鑑の方の隠れ桃尻はまだ見つかってないんですけど、うん、それは見つかり次第、もう見つかなかったら通販で買います、多分売ってると思うんで、じゃん、ということでね、小人図鑑最後の1匹ですか、1人は隠れ桃尻さんでしたね、隠れ桃尻さんでしたね、つかもう知ってたけどねよし、ということで小人図鑑全種類成果できました、じゃーん、飾ろう、これケース買ってきて、うん、よっしゃ、まあ次回もね違う小人図鑑が出たらまたそれでお会いしましょう、じゃあ小人図鑑シリーズ今回で終わりです、今まで見てくれてありがとうございました、次回もね違う小人図鑑でまあ出たらお会いしましょう、ということで最後の1匹隠れ桃尻さんでした、じゃん、それじゃあまたね、バイバイ、隠れ桃尻。